京阪神ドリーム静岡号の車内です。座席配置は 2×2 ですが、背面テーブル以外にフットレスト、コンセントも備わります。草津パーキングエリアでトイレ休憩を行います。コロナ禍ですが、生活物資を運ぶためトラックの需要は旺盛です。終点の静岡駅に到着しました。車内は写真のように 2×2 ですが、飛沫感染防止のためパテーションで仕切られています。もうしばらくするとバスが回送として発車していきます。